イマリスマワセ、皆さんこんにちは、アナウンサーリサです。今日もですね、ちょっと学生さん向けのね動画というか、まあ、学校の成績、特に中学生、まあ、高校生もそうなんですけど、で成績、いい成績5が欲しい方ね、必見の動画になっております。ということで、どうすれば成績、いい成績がつくのかなんですけれども、実際私はですね、ちょっとまあ通知表が出てこないので何とも言えないんですけど、確かね、体育はね3なんだけど、あと大体オール4とか5とか、もうほぼほぼ5だったような記憶があるんですね。ということで、何をやってたかについてお話しします。で、前にね、前回アップさせていただいた動画にあったように、基本的に、学校の勉強で大事なのって予習と復習なんですけど、その成績のいい成績を取るために、まあ、今回この間はねちょっとこう模試とかそういう、もう実際に実力的なところのお話になってしまうんだけど、今日は成績です。学校の先生が決める成績ね、それをいい成績を取るにはどうしたらいいのかについて、いくつかコツをご紹介します。明日からもできます、というか何なら今日からできますので、ぜひね実践してみてください。実際にやらないとね、動画見て終わりだと意味がないので、皆さん成績上げたいので、実際にやってみてくださいね。ということで、ちょっとその辺のお話になってくるんですけど、まずねポイントがですね、まあ、予習復習あるんだけど、どっちが大事だと思いますか、成績を取るために。はい、実はですね、予習の方が私は大事だと思うんですよね、いい成績を取るために。なぜかというと、成績決めるのって誰ですか、先生ですよね。学校の担任の先生、まあ、教科の先生が成績決めますよね。じゃあ先生って人間ですよね。先生何見ますか、授業の態度見ますよね、ですよね。なので、まあ授業中ね、まあこの間言ったようにちょっと寝てる時とかもバレないようにやってた時もあったんですけれども、まあ毎回寝てるわけじゃないからちゃんとやる時はやってたから、見せる時見せてたから。でどういうふうに見せてたかというと、授業中にねやっぱり積極的に手挙げたりとか、はい、そういうのすごく大事です。聞きに行ったりとかすごい大事。ただ今日はですね、そういうことがちょっと苦手だなっていう方もね、いい成績取れる、こっそり取れる方法もお伝えしますので、ぜひねこういうなんか勉強法とかのモチベーションとかの動画をアップしていくチャンネルになるので、いいなと思ったらチャンネル登録お願いいたします。でまずですね、その予習の方が大事なんですけど、なんで予習の方が大事かと言いますと、はい、授業でいい格好をするためなんですよ。もちろん予習なんて自分のためじゃない。だってさ、地理とかさ、もう地図の読み方とかさ、何分の1がどうのこうのとかさ、なんていうの、塩分の濃度がなんとかかんとかとか、実生活役に立ちますかって、役に立ってないんですよ。で予習何のためにやるかといったら、自分のためでもあるんですけど、成績取るためなんですよね。じゃあ授業のためなんですよ、先生にいい格好をするためなんですよ、とりあえずは。なので予習で頑張って下準備をしておけば、舞台ですね、授業は舞台だと思ってください。舞台でねいい格好ができるんですよ。何にもしてないと舞台で下手してこうセリフうまく言えなかったりとかするのと一緒ですね。なので予習すごく大事。セリフ完璧に入れとくためにはやっぱり予習しないとね、自信持ってできるように予習をしないといけないということなんですよね。なので予習はね結構大事です、やっぱりいい成績取るために。で何をやるかといったらですね、まあ次の日やる、まあ前日とかでいいですよ。前日とかに次の日やるであろう想定する箇所をですね、ちょっと自分で見ておいて、先生が聞きそうなこと、当てられそうなところ、手挙げれそうなところを全部やっておくんですよ。で逆に言うと、それ以外のところをやらなくてもいい。例えば単語で、単語の発音って多分授業中で聞かれないと思うんだよね、そんなに。この単語の意味何か分かりますかで当てられたりとか、だから単語の意味は調べるけど、別に発音とかはうまくできなくてもいい。その時点で授業中に先生がテープと一緒に音読すると思うので、その時に、まあ、みんなと一緒にね読んだりとかして言えればいいぐらいだし、発音カタカナ英語でも学校の成績には関係ないから。でもちょっと英語のチャンネルやってて、英語をねやってる以上、発音はマジでやった方がいいし、カタカナ英語はダメだし、カタカナ英語で教えてる先生がいることもすごくショックなんだけれども、だけど学校でいい成績取るためには発音は多分そんな関係ない。なんでかっていうと、英語を教えてる学校の先生ですら発音が上手くない人もたくさんいるからです。ということで、まあ成績取るためだったら発音はそんな気にしなくていい。だから発音とかやらなくてもそこまでいい。ただ大事なのは、成績取るために大事なのは意味ですね。なのでその意味がちゃんと答えれるようになってるか全部調べておくと。はい、まあそんな感じですね。でちょっと好評だったら、また教科別のねそういうスコアアップの方法とかもっと具体的にね動画にしていきたいなとは思うんだけど、まあ好評だったらやるので教えてください、グッドボタンで。でね、まあ結局ねその予習が大事っていうのがまあ大前提で、
舞台でね、こういい格好をします。まあ、それもね大事、みんなわかりますよね。で、手挙げれるのと手挙げときたいし、なんだろうな、それだけじゃなくてですね、授業の前あと先生に質問をしに行く、ちょっとでもあやふやなこととか、本当はなんとなく分かってるんだけれども、ちょっとこれ不安だなってところをいかにもという感じでですね、聞きに行きます。はい、これすごく大事で、こっそり終わってから職員室とかに聞きに行ったりとかもしてました。でね、そういうなんて言うんだろう、こうガツガツ系になりたくない人もいると思うんですよね。こっそり成績上げたいし、でもそんななんかハーマイオニーみたいにはいはいはい優等生ぶったりとかもするキャラでもないしみたいな方いると思うんですけど、まあ、できればね手は挙げてほしいんだけど、じゃあどうするかといったらノートです。はい、本当はねノート術で言ったように、ノートはもう教科ごとじゃなくて一冊にまとめた方が自分のためにはなるからそうしてほしいんだけれども、ノート提出がある科目あるじゃないですか。あのノート提出もね、本当は自分にとっては無意味な勉強だから良くないと思うんですけど、ただ学校の成績は悲しいことに先生が決めます。先生がノート見たいって言ってんだから、先生のためにノート作りましょうっていうことなんですよ。逆に言うと先生のためにノート作っておきゃですね、いい成績取れるっていうことが身をもって体験してたので、あれですね、もう転がしてたみたいな感じに言い方になっちゃってますけど、全然そんなことないですからね。で、ノートですね、ノート提出がある教科のノートの出し方、これね多分ね他の人やってる人少ないと思うってことを言いますね。何かというと、まあ、英語で例えますか。英語で私はよくやったんで、ね、英語で例えると、英語は本文をね、言われてなくても教科書の本文を写して日本語訳を書いたりとか、いかにも予習復習でめちゃくちゃ勉強してますよっていうのをページに書いておきます。はい、あとは私の場合だとちょっと好きな、ね、洋楽、例えばボアとか当時流行ってたんで、高校生の時そういうののこう日本語から、英訳をしてみたりとか、ちょっと英語を逆に日本語に直してみたりとか、そういうのをノートにわざわざ書いておりました。はい、でね、あとはね、例えば数学だったら、みんな多分普通にノート取ってると思うんだけど、これ中学の時にね、先生がいいよって言ってくれ、教えてくれたやり方で、他の先生になってもずっとね、高校でも続けてたんですけど、こうノートがあったらですね、ちょっと待って、こういう感じでノートがありますよね。普通多分みんなここら辺でなんか普通にメモしてると思うんですけど、私の場合まずここにね、ピーッと線を引きます。で、なんならこうやって、ここにも線を引きます。はい。で、ここにはちょっと幅短め。ここは、一緒ぐらいかな。まあ、五分五分ぐらいの感じでこうやって引いておきますね。ここにね、そのページ。例えば、P5 の問1みたいな。こういう感じで書くんですよ。で、ここに問題書けます。2×2 は4とか。5×3 は17とか。はい。で、間違えたやつ。こうやって間違えたやつは、ここにね、バーツって言って、5×3 は15ですよっていう風にね、書くんですよ。で、これなぜ 5×3 が15なのかっていうのを書くんですよ。5が3つあるから、5足す5足す5のこと。だから15ですよ、みたいな。こうやって解説をここに書くんですよ。これです。こんなノートの書き方、もうそもそも線引っ張ってるだけでなんか、お、なんか違うじゃんってなるじゃん。これが大事なんですよ。まあ、ちょっとこういうノート術とかも知りたかったらまた詳しくね、各教科でやっていきますけれども、考えてね。はい、何が大事かというと、お、違うじゃんってなるんですよね。これ多分ね、社会人の方もね、上司の機嫌取るとき、評価、上司が、例えば給料決めたりとか評価よくしたいなっていう時に使える方法なんですけども、とことんごまをするんですよ。で、ノートの場合ね、先生の気持ちになってみて、私そこ考えたんですよ。学校の先生ってさ、ノートさ、30人とかこう見るわけじゃん、チェックして。あ、やってるやってるってこうやってチェックしてるわけじゃん。絶対つまんないじゃん。忙しいし、つまんないよね。そんな中、なんかみんな普通に書いてるけど、そんな中ね、こんななんかちょっと線なんか引っ張っちゃって、なんかやってるみたいなノートが出てきたらですね、先生の眠気引き飛びますよね。あ、なんかこの子違うっていう。それが大事なんですよ。
あの多分これ異性を落とす時もそうだと思うんですけど、あれなんかこの子違うって思って気にならせさ気にならさせるんですよ。それは多分人のアテンションを聞く、アテンションを引く上でですね、あの結構大事なことになってくると思うんですよね。ということで、ノート、皆さんノート他の人と何が違いますか、はい、言えますか、何か違うことをつけてみてください。別にこのやり方じゃなくてもいいし、蛍光ペンめっちゃ使うとか、なぜかここのノートの縁に蛍光ペンでこう枠が引いてあるとか、何でもいいんですよなんか重要そうだなみたいな、なんかやってんだろうなみたいな感じで伝わればいいんですよ。っていう風にとことん注意を引くこと、その方が先生も多分楽しいと思うんだよね、ノート見ててもね。っていう風に先生の気持ちになってみてください。先生の気持ちになって学生をやってるとですね、あの自然と先生が欲してるものが分かるし、これ演技とかも一緒なんですけど、そのキャラクターを演じるってところも一緒なんですけど、もう本当にちょっとこう人と見方を変えるだけでですね、成績みるみる上がってくること全然ありますのでね、よかったら、ちょっとね、今日今すぐですね、ノート引っ張り出して、なんかちょっと1ページだけでもね、まずやってみてください。ちょっとこう、何が違うみたいな。でもちろんね、これをやったからといってですね、テストの点が悪かったら、そりゃ、まあ5はつかないと思うんだけど、先生も人間ですから、あ、ちょっとでもあの子テストの点悪かったけど、でもめちゃくちゃ勉強頑張ってるしなと思ったら1はつけづらいかなっていう、まあそのレベルのことなんではあるんですけれども、だから奥の手です、本当に奥の手ですなので皆さん、まずはテストでね、ちゃんといい成績、実力つけてくださいね。ただそれプラスアルファで使える裏技として、今回のやり方でちょっと真似できるところは真似してもらうといいんじゃないかなと思います。とはいえ、まあ、みんな真似しちゃうと、みんなこれになっちゃうので、ね、まあ、結局何がいいか分かんないんですけれども、まあ、ぜひね、こういう動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。じゃあ、皆さん頑張ってください。では、See you!